星降る夜の宇宙で心と体を解放し、穏やかな眠りへと誘う特別な時間。この動画では優雅な宇宙の BGM があなたを包み込み、心地よい催眠術が睡眠を誘導します。日常の疲れを癒し、安らかな夜へと誘われませんか？夜の宇宙に浮かぶ星々の輝きを感じながら、あなたは心地よい安らぎに包まれています。この時ゆっくりと深呼吸を始めましょう。吸う息は新しいエネルギーを取り入れ、吐く息は日常の疲れを静かに放出していきます。宇宙船に乗り込み、星座たちが優雅に舞い踊る宇宙の中を進んでいくと、心地よい BGM が耳に心地よく響いてきます。その音楽は深いリラックスと安らぎをもたらし、あなたは次第に宇宙のリズムに同調していくでしょう。星座たちの歌が静かに始まります。その美しい歌声があなたの心を包み込み、穏やかな夜の旅に誘います。心地よい波の音、遠くから聞こえる優しいメロディーが、あなたを深いリラックスへと導きます。今、心の中で目を閉じ、宇宙の無限の美しさに心を委ねてください。星座たちの輝きがあなたを包み、星座たちの輝きがあなたを包み、安らぎの中で体と心がゆっくりと浮遊していくのを感じてください。この静かな宇宙の中で、あなたは安心感に包まれ、穏やかな夢の世界へと誘われていきます。宇宙の中で眠りに落ちていく心地よい感覚に身を委ね、深い安眠へと誘われてください。この美しい宇宙の BGM と催眠術が、あなたの夜を癒し、安らかな眠りへと誘導します。深い森の奥に、ひときわ美しい湖がありました。その湖に住む妖精たちは、眠りと夢の魔法を守る役目を担っていました。
水が輝くような青年が現れ、彼らの世界に入ってきました。その青年の名はエリオット。彼は旅人であり、夢の中で迷い込んだと語りました。妖精たちは彼に興味を持ち、彼が持つ特別な能力に魅了されました。エリオットは自身の夢をコントロールし、他の人々の夢にも干渉することができるのです。妖精たちはエリオットに湖の奥深くに眠る伝説の眠りの宝石を探すよう頼みました。その宝石は眠りを深く安定させ、夢の世界を自在に操る力を持っていると伝えられています。エリオットは喜んで妖精たちの依頼を引き受け、湖の冒険に出発しました。湖の中には夢の中のさまざまな世界や夢見る者たちの心の迷宮が広がっています。彼は見知らぬ世界に足を踏み入れ、夢の宝石を見つけるための冒険に身を投じます。しかし湖の奥深くには多くの試練や障害が待ち受けています。エリオットは自身の能力を駆使し、夢の世界の謎を解き明かしながら、眠りの宝石を求めて冒険を続けます。彼の旅は夢と現実の境界を越え、新たな発見や出会いが待ち受けているのでした。エリオットは湖の奥深くを探索し、さまざまな夢の世界を訪れながら眠りの宝石を求めました。彼の旅は次第に夢と現実の狭間で交錯する不思議な冒険へと変わっていきました。ある夢の世界では色とりどりの花々が咲き乱れ、空には幻想的な虹がかかっていました。そこで出会ったのは夢見る子供たちの笑顔を守る夢の守り神でした。彼らはエリオットの旅路を励まし、彼の心に新たな希望を与えました。別の夢の世界では闇に包まれた森が広がり、その中には怪物たちが潜んでいました。エリオットは勇気を振り絞り、
自分の力を信じて怪物たちと戦いました。その戦いの中で彼は成長し、新たな力を開花させました。そしてついにエリオットは湖の深部にたどり着きました。そこには光り輝く眠りの宝石が眠っていましたが、それを守る強力な力が待ち構えていました。エリオットは懸命に戦い、自分の能力と勇気を信じながら眠りの宝石を手に入れるために立ち向かいます。彼の旅はまだ終わっていません。眠りの宝石を手に入れたエリオットは次なる冒険に向けて新たな扉を開きます。そして彼の旅は夢と現実の狭間を越え、新たな発見と驚きが待ち受けているのです。エリオットは眠りの宝石を手に入れるために湖の深部に潜む強力な力と対峙しました。その力は夢の世界を支配する古代の精霊であり、眠りの宝石を守る使命を帯びていました。彼との戦いは激しく、エリオットは自分の力の限界に挑戦しながら精霊との対決に臨みました。しかし彼の心には妖精たちや夢見る者たちの期待が乗り、決して後退することはありませんでした。そして激闘の果てにエリオットは精霊を打ち倒し、眠りの宝石を手に入れました。その宝石は深い青色に輝き、周囲に安らぎをもたらす力を発散していました。エリオットは勝利の喜びに満ちながら湖の奥深くから抜け出し、妖精たちの元へと戻りました。彼らは彼の冒険の成果を喜び、眠りの宝石がもたらす力の素晴らしさを称えました。しかしその時湖の周りに異変が起き始めました。夜空が暗くなり、妖精たちの住む森が不穏な気配に包まれました。何かが起ころうとしていることを感じ取ったエリオットは再び旅立つ覚悟を固めます。次なる冒険の先には新たな謎や試練が待ち受けています。彼は眠りの宝石を使い夢の世界に潜む秘密を解き明かし、
平和を取り戻すために立ち向かう決意を固めました。彼の旅はまだ続いており、夢と現実の境界を越え、新たな発見と驚きが待ち受けているのです。エリオットは湖の異変を感じ取り、再び旅立つ決意を固めました。彼は眠りの宝石を持ち、夢の世界に潜む秘密を解き明かし、森の平和を取り戻すために立ち向かうことを決意しました。彼の旅は多くの試練や困難を乗り越えながらも、最終的には成功を収めます。彼は夢と現実の境界を越え、夢見る者たちの願いを叶えるために奮闘し、新たな友情や絆を築いていきました。そしてついに彼は湖の異変の元凶を突き止め、その根源を根絶しました。湖と森は再び平和な姿を取り戻し、妖精たちはエリオットの勇気と決意を称えました。エリオットは彼の冒険の果てに新たなる成長と希望を手に入れました。彼は湖の妖精たちや夢見る者たちの心に永遠の記憶を残し、自らの旅が終わりを迎えた時、彼らの心に永遠に輝き続ける存在となったのです。そしてエリオットは新たな冒険の扉を開くと決意しました。彼は夢と現実の狭間を越え、新たなる旅の始まりに身を投じます。その先にはまた新たな発見や驚きが待ち受けていることでしょう。彼の物語は終わりを迎えましたが、その記憶と勇気は夢見る者たちの心に永遠に息づき続けるのでした。終わり。Thank you.
ー。